サイバーグラフィックス株式会社は、写真フィルム、インガシ等の観光材料の製造及び輸入販売を行う日本の企業である。1919年、オリエンタル写真工業株式会社として、創立2000年に現社名に変更した。1997年から2003年の間、プラザクリエイトの子会社であった。2003年に、んぼにより、再独立、オリエンタルは、 現在も同社のブランド名であり、登録商標である。イルフォードフォート製品、ケントメアフォートグラフィック製品等の日本での総代利点である。日本での写真の歴史は、明治時代から観光材料を輸入に依存しており、この国産化を志した菊池東洋が、1904年にアメリカ合衆国に渡り、1918年、長年の研究の結果、 観光入材の製法を完成して帰国したところから、同社の歴史は始まる。翌1919 19年9月、菊池は、実業家、渋沢栄一に紹介された大日本ビール、常務取締役の上村清三郎を会長に据え、オリエンタル写真工業を設立、取締役技師長に就任する。所在地は、東京府豊与多郡落合村麻く津が、谷660。 資本金60万円、創業当時は、取締役、事務営業系社員、職工合わせて25人程度、工場は300坪で、因果紙製造から始めた。渋沢の家の写真誌であった、井原氏しよも取締役として、経営に参加している。1921年には、国産初の人造用の因果紙の製造、販売を開始、輸出も開始する。 1924年には、同社企画宣伝課内にフォトタイムス社を設置、前年に入社した木村千一を編集長に、写真雑誌、フォトタイムスを創刊し、写真についての啓蒙を推進する。1929年には、菊池が同社取締役社長に就任、オリエンタル写真学校を開設、写真家や技術者の育成を行った。同校は、 映画監督の木下圭介、写真家の上田正治、同じく写真家の林忠彦らを輩出した。1932年には、工場敷地内に、オリエンタル映画社を設立して、トーキー用の撮影所を設置、日本のウェスタン式トーキー第一作、ナミコを制作、パラマウント映画日本史社が配給して、東京の帝国劇場等で公開したが、同映画社は、 同作一作のみで閉じられた。1939年4月5日、社長の菊池が死去した。1940年12月号をもって、フォトタイムスが休館、太平洋戦争の戦時体制となる翌年1941年1月に、創刊された報道写真に統合され、1945年5月の空襲で工場と写真学校を消失。 学校は廃校とならざるを得なかった。太平洋戦争の終結後は、1949年5月16日に、東京証券取引所一部に上場、日本最初のカラーネガティブフィルム、オリカラー及び、オリエンタルカラーペーパーを発売している。1963年10月1日には、東京証券取引所一部から二部上場に変更している。 1983年10月には新工場を静岡県御殿場市に竣工、西落地合を撤収し、移転、また同じ頃に神奈川県平塚市に合理化工場を竣工している。1995年8月15日、会社構成法適用を申請し、東京証券取引所二部を上場廃止に至り、2年後の1997年には、子会社のオリエンタル写真商事、 株式会社オリエンタルカラーと共にプラザクリエイトに買収された。プラザクリエイト参加の企業だった2000年にはサイバーグラフィックス株式会社と社名変更したが2003年その社名のまま同社取締役が株式を買収してプラザクリエイトから経営を分離し再独立を果たした。平塚工場はプラザクリエイトに譲渡し後に売却され跡地にはヨークマート 平塚南原店が2012年5月3日オープンする。引き続き、オリエンタルブランドのインガシや、現像薬品、イルフォードオンボすることによって設立された、ハーマンテクノロジーが、製造販売を行うイルフォードフォート製品、ハーマンのインクジェット紙、ケントメアフォートグラフィック製品、パターソン写真用品等の日本国内の総代理店として、営業を行っている現在製造及び、 輸入販売する製品を中心にしたブランドごとの一覧である。白黒用印画紙で始まった同社の印画紙と現像薬品およびモノクロフィルムである。イルフォード FP、イルフォード HP。ハーマンテクノロジーのブランドであり、イルフォード FP あるいはイルフォード HP フィルム等の白黒写真用に特化したイルフォードフォート製品を扱う。ハーマンテクノロジーのブランドである。 ケントメアフォートグラフィック製品を扱う。パターソンの現像機器を扱う。ドイツのハーネ・ミューレのハーマンブランドの製品のうちインクジェット用紙を扱う。かつてオリエンタル写真工業の時代に著名な人物が経営に参画し、社員からは多くの写真家を輩出した。オリエンタル写真学校卒業生については、オリエンタル写真学校、主な卒業生を参照。 ありがとうございます。